クワクリスニングクイズ 5-8 回答と解説です。 I was saying Hi 最初に Hi が入ります。ごめんなさい。 Hi I'm calling to make some changes to an existing reservation. I'm calling to make some changes to an existing reservation. 予約の変更の件でお電話していますという日本語訳になります。そして今回は答えを送ってくださった方は全員正解でした。おめでとうございます。だんだん慣れてきましたかね。はい、では表現のおさらいです。 I'm calling to これは電話をするときによく使います。電話した目的を先に言うということですね、何々したくてお電話していますとか、まあ今日お電話しておりますのはとか、そんな感じですね。コーリングのグなんですけれども、こういうグッと飲み込む音なので、次に T が来た時にはコーリングとじゃなくてコーリングと、息だけ飲み込んで喉を一瞬閉めてすぐとに行きます。コーリングって息を吐かない、コーリングと、 Hi I'm calling to です。次の表現は make a change です。これも発音の話をすると make a change じゃなくて make a というふうに続けて言ってください。 make a change これで変更するという意味なので、まとまりチャンクで覚えてしまうと良いです。で、 change 単体でも変更する変えるっていう意味にはなるんですけれども、まあ予約を変えたくて電話してますっていうのと、予約の変更をしたくて変えてますっていうくらいのニュアンスの違いですが、割とメイクアチェンジの方が好まれる傾向にあるかな。 I want to change my reservation でも全然通じるんですけど、 I want to make a change to my reservation とか、 I want to make a change to an existing reservation っていう方が多いみたいですね、やっぱりこのコロケーション双語以上をまとめて言うっていうのはネイティブは好きですね。まあ、リズムもいいんだと思います。なんていうか日本語だと字余りって言いますけど、逆に拍が余っちゃう、チェンジだと一つだけどメイクチェンジだと二つになるみたいなね、ところでリズムのために使う人もいると思います。 existing というのは exist、存在するっていう単語の形容詞です。すでにあるなんとか、existing customer で既存顧客っていうのはよくトイックに出てくると思うんですが、今回みたいなこうすでにある予約っていうような時にも使います。で、予約の電話をした時に、これはレストランでもスパでも美容室でも同じだと思うんですけれども、新規の予約なのか変更なのかによって開く画面も変わってくるし、受け手の方からすると先にどっちなのか言ってくれたらありがたいっていうのはあると思うんですよ。私の時はそうだったんで、なので、まあ一つの気遣いですね。 existing っていうふうにはっきり言うことで、すでにもう予約がありますよと、でそれの変更ですよっていうことを先に伝えてるということです。それでは声に出して読んでみましょう。これみんなちゃんとやってますか？ちゃんと声に出して読んでくださいね。いいですか？はい、行きまーす。 I'm calling to make some changes to an existing reservation. I'm calling to make some changesto an existing reservation. I'm calling to make some changes to an existing reservation. I'm calling to make some changes to an existing reservation.
I'm going to make some changes to an existing reservation. Thank you for watching. If you like this video, please subscribe to my channel. 今日もご覧いただきありがとうございました。この動画が役に立ったという方は、いいねとチャンネル登録をお願いいたします。